こんにちは、ビュアーズです。今回はダイハツタフト専用アイドリングストップキャンセラーをご紹介します。この商品はカプラーオンの簡単取り付けで、アイドリングストップ機能を常にオフにするキットです。アイドリングストップした後、車の発進もたつきますよね。イライラします。信号待ちや渋滞などでアイドリングストップするとエアコン止まりますよね。イライラします。ここでイライラしてしまう人にぜひ使ってほしい。純正のままだとエンジン始動後毎回アイドリングストップボタンを押さないといけません。毎回となるととても煩わしいですよね。煩わしさ一発解消。このキットをコネクタの間に接続するだけの簡単取り付けで、アイドリングストップ機能を自動でオフにすることができるんです。エンジンをかけるたびに行わないといけないこのボタンを押すという動作から解放されます。それでは取り付け方を紹介します。まず最初に傷がつかないようマスキングテープを貼ります。続いて隙間に内張り剥がしを入れ、カバーを浮かせてください。手前に引いてスタータースイッチのカバーを外してください。白色の純正コネクタを中央部分を押しながら引いて外します。間にアイドリングストップキャンセラーを取り付けてください。カバーを元に戻し、マスキングテープを剥がして作業終了です。それではエンジンをかけてみましょう。アイドリングストップがオフになっていることが確認できますね。取り付けた後、純正状態に戻すのも簡単です。アイドリングストップボタンを約5秒間長押しするだけで初期状態に戻すことができます。取り付けも簡単でとても便利なキットです。タフトにお乗りの方、ぜひお試しください。